ワンタイムズスクエアの反対側にも同様な建物が存在する。画像正面にある建物はツータイムズスクエアと呼ばれるもの。ワンタイムズスクエアとはアメリカ合衆国ニューヨークシマンハッカンクタイムズスクエアにある超高層ビルである。ワンタイムズスクエアと表記されることもある。ワンタイムズスクエアはニューヨークでの新年の打ち上げも行われるビルである。 周囲はネオンサインで覆われており、日本の企業のネオンサインや広告もある。25階建てで約111メートルの高さがある。1919年のワンタイムズスクエアこのビルは、1904年に新聞社、ニューヨークタイムズ社の本社として完成した。その後、毎年1月1日になると、新年の祝祭として、風船と花火の打ち上げが行われるようになり、 アメリカ中で有名なビルとなった。1913年、ニューヨークタイムズ社が本社を、ニューヨークうちの別の場所に移転させる。しかし、その後もワンタイムズスクエアは有名であり続け、NBC ニュースなどのオープニングやエンディング、また映画などにもしばしば登場している。グレン、コリンズ、How do you, get you a, メッセージやクロスアマングザタイムズスクエアスロング、トライターニングアップザスチーム。 The New York Times 2013年1月14日閲覧ありがとうございます。